ボイボドはカナダ出身のヘビメタルバンド。初期にはボイ VOD とも表記。同国の最初期にデビューしたスラッシュメタル系グループの一つ。当初から一貫している無機質なビジュアルが特徴。1984年のデビュー当初はハードコア寄りのサウンドであったが、フィフスアルバムNothingfaceの頃よりプログレッシブメタル色が強くなる。ボーカルがエリック・フォレストへ変わったエース、Negatronではパンテラを彷彿とさせるヘビネスなサウンドに変化した。2001年にはオリジナルボーカリストのスネークが復帰し、翌年には元メタリカのジェイソン・ニューステッドがジェイソニックとして加入し話題を集めた。2005年にギターのピギーが癌のために亡くなるという悲劇に見舞われるものの、残されたメンバーはすでに録音されていたギタートラックをもとに、11thアルバム、Cuttersを2006年にリリースした。オリジナルラインナップ。左から、アウェー、ピギー、ブラッキー、スネーク、チェコビゾビチェ公演ブラッキー2009年1982年に、スネーク、ピギー、ブラッキー、アウェイの4人により結成される。結成当時は、ベノム、モーターヘッドや、ジューダス、プリーストのカバーを演奏していたが、間もなくオリジナル曲を作るようになり、1984年にメタルブレードよりWar And Painでデビューした。その後、ノイズレコードに移籍し、セカンドアルバム、ロー、サードアルバム、キリングテクノロジー、フォースアルバム、ディメンションホトロスと順調にリリースを重ねた。1989年には、MCA レコード傘下のメカニックレコードより、5thアルバム、Nothingfaceをリリースした。このアルバムは、従来のスラッシュメタルから、サイケデリックなプログレッシブメタルに、路線変更した。1991年には、ラッシュのプロデューサーとして、有名なテリー・ブラウンを起用し、前作のプログレッシブな雰囲気はそのままに、よりストレートなハードロック曲を中心として、6thアルバム、Angel Ratをリリースするが、アルバムの完成直後に、ベースのブラッキーが脱退、バンドは、ピエール・セント・ジョアンをサポートにツアーを行う。1993年には、ベース不在のまま、7thアルバム、The Outer Limitsをリリース。前2作のサイケデリック路線と、ストレートなハードロック曲を融合させつつも、ピンク・フロイド、キング・クリムゾンやラッシュの影響をストレートに表現した。1994年にボーカルのスネークが脱退し、後任に E-Force のエリック・フォレストがボーカルとベースを兼任する形で1995年加入し、エースアルバムNegatronをリリースする。このアルバムは曲自体は前作の延長であるものの、これまでのスネークの爬虫類的なボーカルから新加入のエリックの方向するボーカルに変化し、またギターサウンドもこれまで以上に強く歪ませており、当時主流だったパンテラなどのヘビロックを強く意識した形となった。1997年には 9th アルバムフォーボスをリリースした。2001年にエリック・フォレストが脱退し、オリジナルボーカリストのスネークが再加入し、ベースには元メタリカのジェイソン・ニューステッドがジェイソニックとして2002年に加入した。そして翌年2003年にセリフタイトルの 10th アルバムボイバドをリリースした。2005年、ピギーが結腸がんの合併症のため亡くなる。残されたメンバーはピギーが録音していたギタートラックをもとにアルバムの制作を行い、2006年に 11th アルバムCuttersをリリースした。2008年9月に開催されたスラッシュドミネーション08で初来日を果たす。ベースはブラッキー、ギターはダニエル・モングレインという編成であった。2009年、再びピギーの残したトラックを元にしたアルバムインフィニがリリースされ、当時はこれがラストアルバムになると発表されていた。その後、バンドはブラッキーとチューイーを加えたラインナップで活動を続け、2011年にライブアルバム、Warriors of Iceをリリース。そして2013年には新作のスタジオアルバム、Target Earthをリリースした。2014年7月、ブラッキーが再びバンドを脱退したことが発表された。同月12日の公演より、以前スティーブ・ヒルというブルースミュージシャンと共に活動していたロッキーがベースを担当している。2016年2月、ロッキーの初参加作品となる EP、ポスト・ソサイティがリリースされた。ドイツ・ゲルゼンキルヒエン公演。ありがとうございます。